ようございます。スリコー TV です。2020年大注目のリールがついに店頭に並び出しましたね。というわけでこれリール買ってきましたよ。じゃじゃーん、おー出てきた、シマノの2020メタリウムっていうことで、今回はですね、御徒町のキーポンで予約していたのでサクッとね、買うことができたんですけども、まずはこんな感じの入れ物に入ってるんですね。あー、かけなメタニウムって書いてあって、シルバーっていうわけじゃないんですけど、このね、こんな感じの色のね、グレーっていう感じですかね。こういう箱に入っていて、いいね。どっから見てもね、メタニウム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 って書いてありますね。じゃあま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 あ、早速開けていきたいと思います。よいしょ。ほいー。あー、はいー。出てきました。丁寧にね、梱包されていて、中はですね、まあ、この部品パーツ表と、あとはまあ、オイルですね。あとはこのリールのフットを傷から守るステッカーかな、こんな感じのものがね入ってますね。はーい、じゃあね、早速リールの方を見ていきたいななんていうふうに思うんですけども、丁寧に入ってますね。プチプチの中に入ってまして、はーい、出てきました。フィッシングショーではね、事前にはもちろん触っていたんですけども、改めて触ってみるとね、すんごいコンパクトで、なんだろう、軽いでね、これね、ちょっとクリクリしただけでね、あー滑らか、シルキーっていうね感じの巻き心地ですけども、こんな感じのねボディね、まずはどうですか、こんな感じの正面ね、で横、パッと見ね、横から見るとですね、バンタムとかを彷彿とさせるようなデザインかななんて思いますけども、横はねこんな感じですね。でこうやって見るとね、ほんとここのギアボックスの部分がね、こんだけ出ているから、でこっち側がこういう感じになっているので、これをリールね、竿につけた時に非常にキュッとしたね握り込みになるっていうことだと思うんですけども、そして後ろはこんな感じね。はい、で、あ、こっちから見ても正観ですね。このね、ハンドル部分とかね、じーって見てみるとなんかメカニカルな感じでかっこいいですね。ここら辺のこのエッジに光が当たったこの具合とかね、スタードラグがあって、気持ちいいですね。ここら辺をカチッと切った時のね、あー気持ちいい。もうね、いやー家でねこれをねグリグリ触ってるだけで、しばらくの時間が経ってしまいそうですが、まずねこの2020の、メタニウムの特徴としてはスプールね、MGL3 が搭載されたよっていうことで、今までアンタレスの独壇場だった MGL3 がいよいよね、他の機種にも搭載されたよっていうことで、メタニウムにもねこの MGL の、3、これが搭載されているっていうことで、今までの MGL スプールのねこの2の時より、薄く作っているからより、軽くて軽快なね、投げ心地というか、まあこう回転の初動の速さとかねあると思うんですけども、非常にスーッと飛んでいくっていうことで、自分ねアンタレスは持っていないんですけども、知り合いにねこう投げさせてもらったりすると、あーこれいいなーってね、
MGL スクール3いいなーっていうね感想はあったんですけども、まさかね、2022メタニウムが出てそれにねこれが早速搭載されるとはっていう感じで、非常についに自分も MGL3 って使ってみることができるんだなーなんていうね、まあそういったこういう最新のスクールがついていて、で、このね横を見たら一目瞭然、コアソリッドボディが採用されているっていうことで、このフロント部分から、ね、サイドのこうつながってるんですよね、メタルパーツがね。これによって、まあ、通常のリールだとですね、こう真ん中に金属部分があってここら辺が樹脂パーツでとかね、そういった感じの、リールが多いと思うんですけども、ぐるとメタルで覆っているから、あすごいね、コンパクトで剛性感が出ているっていうことみたいですね。これはね、あのバンタムね、以前出たバンタムを使っていて、もう本当にねカチッとしてるんですよね、なんていうのかな、まあ、たわみがないって言ったらいいのか、こう小さいリールでギュッとかでかい魚がグッてかかった時にちょっとグニュッてね、あの樹脂ボディ、独特のあのまあね、感じ、それがね本当バンタムなんかは、コンパクトでギュッと握り込んで、で全部金属で覆われているからカキッっていうね、キッっていうね、すごい硬い感じのね、うん、まあいわゆる剛性感って言われるものだと思うんですけども、これが体感できたなーっていうことで、その機構がこのねメタニウムに搭載されたっていうことで、まあそこら辺ですよね。あとはもう中でね見えないんですけども、今まで、ギアがねブラスギアだったものが真鍮ギアに変わっているよっていうことで、それによってさらに、こう剛性感を高めているっていうね、真鍮によってっていうことで、でそこまでいろいろとこうコアソリッドボディとかですね、真鍮ギアを搭載して重くなりそうなもんなんだけども、なんと、自重 175g を実現っていうね、こういう、リールなんですよね。非常に、カチッとした剛性感のあるリールなんだけども、通常だったらね 230g とか、210g とかいっちゃいそうな、仕様のリールなんだけども、それを、175g に、抑えてきたって、現状シマノの持てる最高のね MGL スプール3とかそういった機構がふんだんに盛り込まれているっていうことでね、本当に 175g なのか、これねちょっとね、ちょっとあれかもしんないですけど測ってみたいと思います。ちょっとね気になっちゃったんで、もう結構いや持った感じは軽いんですよ。でもこんだけ金属がふんだんに採用されていて、で真鍮ギアが採用されていて、本当に175なのかな、ちょっとね測ってみたいと思います。おっとおー、1g 以上おまけしてくれちゃってますね。 173.8 って出ましたよ。 175g アンダーですね、さらにね。いやーちょっとこれはなんだかんだ言って少し超えちゃうんじゃないのなんて思ったんですけども、どう見てもね 173.8 ですね。いやーすっげーなーっていうことで、まあ、ここのところはですね、そうですね、ジーニアスプロジェクトの青木プロなんかもね、あのグラビアスとかね作られてますんで、今年注目のリールありますかなんてねお話をしていた流れの中で、あのシマノのメタニウムはちょっとねすごいよねなんていう風におっしゃってたんですよね。例えばまあグラビアスなんかここの真ん中のところね、一番剛性に関わる一番重要な真ん中のところは、メタルボディで、でサイドはカーボンね、プレートをカーボンでこう挟み込むことによって非常に剛性感と軽さを両立したっていうね、こういった、リールだったんですけども、まああれはあれでねまたすごいね、カチッとした、剛性感と、あとドラッグの効きとか軽いものがスーってね、あのブレーキシステムに投げれるってお気に入りで使っているんですけども、まあそういったリールを作ってきた人から見ても、
全てのボディがこうメタルでぐるっと囲まれていて、でこういった重さが実現できるっていうのは、あれやっぱすげえなーっていうね、そんな風におっしゃっていたのがすごい印象に残ってるんですけども、改めてね、175g ね、実際に測った 173.8 ってね毎回出しますけども、まあ、こういった技術の結晶がメタニウムだよっていうことみたいなんですね。そのためにはまあここのスタードラグのところを CI4 で作っていたり、あとねここのところがね、樹脂のパーツでできていたりとか、ハンドルのね新規でこう、作り込んでみたりとか、いろいろな、技術が合わさってメタルボディなんだけども、 175g 前後っていうね、これが実現できたよって、こういうことみたいなんですね。実際にね、ほんとね持ってみてね、軽快な感じね、まだね投げていないんでね、こう手元でにじにじ触ってるだけなんですけども、あー軽いなーっていうことで、今回ね右巻きを買ったんですけども、左巻きは5月頃に登場だよっていうことで、なんだろう、こう内物ね、こっちのハンドルでやりたい人なんかは5月まで待つと、これのですね左巻きモデルが出てきますので、ほんとねそういった意味ではね、内物とかにこの軽快な感じ最適なんじゃないかなっていうことで、今回ね、こっちの右巻きモデルを買ったので、自分右巻きのねやつは巻物とかで使うことが多いね。まあワームのスイミングとかにしても、こうスピナーベイトとかミノーとかトップウォーターとか、そういった釣りでこっち巻き使うことが多いので、まずはねこれをね、まあいろんな竿につけてちょっと巻く釣りね、グリグリグリって巻いてくる釣りなんかで使ってみようかなね。で左巻きは5月に登場っていうことなんで、これをね、なんだろう、ジグロットとかにつけて、まあ、ジグストするもよしとかね、そういったのは5月に出てくるっていうことなんで、まあ、とりあえずね、3月に右巻きから登場っていうことでこちらね、予約していて、でギア比もね、6.2:1 っていうことで、そんなハイギアじゃないね、一番このメタニウムの中ではローギアのね 6.2:1 これを選んでみたので、今年のなんだろうな、春先で言うとスピナーベイトの釣りとかミノーの釣りをまずやってみたいなっていうことで、そこでこのね MGL スプール3ね、どんな感じで遠心力でね、放ることができるのか、はい。そしてね、これのスプールの取り出し方、これもねあのフィッシングショーでね、島のブースで聞いてきたので改めてっていうことで、ここのねこんな感じ、ロボコップみたいなこのパーツをここにね、矢印もついてるんですけども、ふいーっと動かす、そしてちょっと硬いんですけども、ぶっ飛ばさないように慎重に外す。ちょっとね硬めでしたね。はい、こんな感じで開いて、これで MGL スプール3が取り出せますよっていうね、まあまあこういった感じのね、ああこうね、こういう感じですよね。この前のフロント部分からこう一体の成形で、ここら辺もねメタルで、ね、もちろん硬いんですけども、こういう感じのね、まあこういう感じになっていて、で MGL スプール3だよってことで、これちょっとスプール単体でも重さ測っておきたいと思います。 MGL スプール3、これスプール単体で 14g あるんですね。こう 14g ね、はい、まあまあまあ、その他のねスプールとかとね比べたことはないんですけど、まずねこの MGL スプール3っていうのは 14g ありますよっていうことで、 MGL スプール2だとここのねサイドのこういうところに穴が開いていたりするんですけども、その穴っていう要素はなくなって、その代わり全体に非常に薄く仕上げられているっていうことで、非常に軽快なね立ち上がりを実現しているっていうことみたいですね。でこっちのカバーはこんな感じになっていて、でまた慎重にね
しまい込んでいきますけども、はい、巻いて、で、かな、で、キュッと戻すと、はい、こんな感じでね、開け閉めはするよっていうことで、で、基本は中の遠心力ブレーキは4個オンの状態で使って、このね、外部ダイヤル1から6まであるんですけども、ここをいじることによって遠心力ブレーキは調整するということで、で、追い風のコンディションとかでバックラッシュの心配がそんなになく、より飛距離を伸ばしたいなんていう時は、慎重にここを開けて遠心力ブレーキを、ちょっとカットして、1個カットして2個カットしてっていう感じで、より飛距離を追求することもできるということですが、基本は中は4つオンの状態でここのダイヤルで調整するのが推奨されているっていうことですね。で、ここメカニカルブレーキ、ここの調整は、ガタレスって、あの、ここの緩めすぎるとこう横がちょっとガタついたりするので、これがガタつかないぐらいに締めて調整してあげる、ガタレスっていわゆる状況みたいですけどもね。こっちはそんな調整で使ってください。で、ここの開け閉めをするときに、このキャスコンを閉めすぎちゃっていると、ここがうまく閉まらなくなることがあるかもしれないので、ご注意くださいなんていうのね、ブースで聞いてきたんですけども、っていうことで、何にしてもこのメタニウムね、もうどんずば、バッツリの真ん中を行くね、機関となる機種っていうことで、シマノが自信を持って送り出したっていうことでね、早速徐々に買うことができるようになってきておりますので、この他にね、 HG と XG モデルがあるので、自分の釣り物に合わせてね、まあちょっとこれ釣り具屋さんとかでね、ちょっと触っていいですかなんてこう持ったらね、もう終わっちゃいます。もうね、レジに向かわざる得ないんじゃないかなっていう、ね、そんぐらいね、カチッとした、なんだろうな、この男心をくすぐるというか、コンパクトでちょっとメカメカしいところがあってっていうね、こういった、リールなので、釣り具屋さんで見かけたらね、注意してください。触ると欲しくなっちゃいますんでね。で、ちょっとね、これまで買ってきたね、ちょうどね、はい、バンタムね、すいません、アンタレスは持ってないんですけども、バンタムはね、前に買ってね、こう持ってるんでね、コアソリッドボディ兄弟っていうことで、2つね、用意してみたんですけども、なんだろう、パッとこうつまんだ感じで持った感じ、ほんとね、うん、まあこっち糸も入ってますけども、格段に軽くなっているなぁなんていう感じ。まあこれはちょっと糸も入ってるしね、ちょっと条件が全然違うんですけども、例えばバンタム糸入りのものであると、やっぱ 221g とかあるんですね、うん、これ糸入ってない状態ですが、こうだいぶね、見た目はこんなに似ているんだけども、だけども非常にもう重さのところでまずここら辺は違ってくるよっていうところで、まあ何にしても、あと MGL スプール3が搭載されていたりですね、このね、そのスプールの機能から、まあ細かいところはね全然違うんですけども、シマのね、カチッとしたねリールがね、どんどん増えてきた感じですね。まあ楽しみなのは、まあこれメタニウムが出たってことなんで、このメタニウム DC とかね、気になりますけどね。まあ何にしても、まずはね、久しぶりにこのシマノで DC 機構がついていないリールを買うことができたので、この MGL スプール3っていうのはどんなもんなのかね、ここら辺ね、実況動画の方とかでお伝えしていければななんていうふうに考えております。まずはね、ちょっとね、今も買ってきて帰ってきたばっかりなんですけども、早速持って開封してどんな感じなのか見てきました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、シマノの2020の、目玉リールの一つ、メタニウム、これを買ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。